疲れ様です。お疲れ様です。おめよ。このあれをトシキちゃん仕事しとるの。トシキちゃん仕事しとるのにあれは女実習じゃないけど仕事してないなんでやこれ。お前、何で隠れとんだ、おい。お疲れ。お、隠れんな、お前ら。なお前ら残業は残業できんのかは。そうです。お前だ、お前、隠れとんだ、お前ら。隠れとんだ。残業なくなっちゃった、はい、困ったな、はい、あいつら日本人やっとるかよ。は、なんでやっとんの。だってあいつらやっとるじゃん。じゃあお前らも手伝う。残業だけです。これ一台だけ地上見。なんで一台だけつむ。だってお前らも手伝わしてもらえないよ。なんでですね。は？なんで？毎日が残業ない。はい、あ、おじいで。でも残業欲しいだろう。はい、30分でもいいやらしく。お前ら行ってこいよ。もう行ってこい。もうか。30分つけてくださいよって。結局待っとる。で、カンタがまだ聞けないんだろ。あ、あります。で、朝もついてるけど、もう今帰りも30分でもいいやよ。なあ。はい、普通普段積み込みしてないの。もう5時で終わるの。早く渡って飯食うよりいいや、早く。いや、残業、で法律がね、あの、視聴者の皆さん、法律がうるさいですよ。40何時間、な、法律が40時間以上残業したらあかんっていう法律だもんで、はい、やられちゃうんだよな、俺が。もう残業少ない、もう嫌だ。だけど日曜出勤とかもあるんだろう。あ、あります。それが残業になるだろう、全部。7時間、8時間残業なんだろう。はい、残業したい。ちょ、もうちょっとまだ、そこ真ん中されて。どう？お前、しばらくの動画撮っとる？はい。YouTube 撮っとる？それ頑張っとるんだったら俺もう残業なんとかしてあるわ。手当てつけあるわ、YouTube 手当てで。はい。YouTube 手当てつけてるだろ。その分。1万円つけてあるわ。ああ。それでも美味しいだろ。じゃあ、足場は、あ、行ってドバ手当てがあるだろ、あいつら。ああ、ドバ手当てかな。今まで残業つかなかったけど。まあ、それは五分五分だよな。よし、おじ、おじ、漫画されよ、お前。YouTube やっとる？はい、YouTube やっとる？やってる。何やってんの、お前。残業したい？はい、みんな残業したい。でも、お前残業の時はやだやだ言っとったから、休み欲しい、休み欲しい。言っとったろ。欲しくないっす。お前、前言ってなかったんだよ、でも、休み欲しい、休み欲しいって。時々日曜日だけ。欲しい？ずっと。毎日7時とかの方がいいの？毎日7時がいいの？仕事？お前は？休み欲しい？残業もっとしたいの？もっと、残業もっと。でも早く帰れるのもいいやろ。絶対早く帰れるとご飯も早く食べれるじゃん。1時ぐらい大丈夫です。ん？ 1 時まで大丈夫。お前はわかんない。8時だと怒るね。だけどお前積み込みあれだろう。あ？まあ、じゃあ言いに行こう。30分でも残業つけてくれって言って。これ手伝、手伝、あいつらだけやっとるだろう。日本人だけな。今か、いや、俺、言ったるわ。手伝わせられる。俺は言っていただくよ。行くぞ。手伝え。もう手すり触ったら勝ちだわ。手すり触ったら勝ち。積み込め。あ？うん、まあ多少でもやら。だけどこうやって手伝って、あっち行けって言っても、ちょっとだけ手伝うって言って、最初はもらえんかもしれんけど、やっとや、もうなんとかしゃるわってなるだよ。生活あるって。ベトナムに生活ある。お前はそんなもんあるだろう。現金のやっちゃなってそれ言うんだぞ。だろ、毎日な。で、何簡単待ちか。まだ実習生全員帰ってきてないの？まだ一人残っとんの？ドゥク。あ？ドゥクだけ。あ、ドゥクだけ？あ、ドゥクはどこ？あ、一軒組み立て？解体？組み立て。あそこ組み立て、まだ終わってない。俺今日あそこ行ってきたよ、朝。はい、うん、昼。車の中寝とったぞ、全員で。昼間、昼寝とった寝とった。じゃあ俺行ったら寝とったもん。あ、うん、1時に行ったら寝とったぞ。あ、いいな。うん、あ、ドゥックなんかお前シートの上で寝とったぞ、あいつ。あ、うん、あれ残業だろ、あれ。残業だろ、あれ、昼寝してな。マジか。おあそこにもうよ。待っとで、ずっと待っとるけども、何、その朝積みになってからもう全然残業がないのか。はい。簡単な。お疲れ。お疲れです。残業したい？でも早く帰れるで、飯は早く食えるじゃん。だけど、朝、早く。で朝着くだろ。朝、早いから。なんで、お前はわかるな。終了前も残業したい、したいって言ったから、もう早く帰りたいって言ったから。はい、もう今は、はい、残業したい。手伝ってこいよじゃん。手伝ったらもうもらえるだろ。それをやって、一生懸命やっとりゃ、
なんとかしてくれるわよ。翔くん、なんとかしてくださいって。ちょっと話しに行こう。じゃあ今から俺言いに行ったろ、翔に。翔に行ったろ。思ってそうだもんな。残業したくないだろ、お前は。こいつは残業ってうるさいぞ、お前。今のはしたくないだろ。残業したいです。お前も、はい、あ、したいの、お前も。休みが欲しいって言うかよ、お前ら。休みと残業は違う。違う。毎日遅くまで働きたいんか。困ったな。もっと働きたいんか。もっと働きたい。日本人はどうなったんだろうな。あ、こんなこと言うんだよ、みんな。もっと働きたいって言うんだもん。もう法律がもうダメだもんな。そうですね。法律がやられちゃうの。四十何時間だよな。サブロク協定かなんかがあるもんで、残業したらいかんだもん、こいつら。困ったもんだよな。そこはあんまりないし。そこはないよな。足元なんか羨ましいだろう。はい。そんでもある方だよな。でもお前も来たら朝も着くんだろ。30分着くんだろ。1時間。今日、端材出たっすよ。出たろ。で、もらえるんだろ。今日なんで雨じゃないじゃん。なんで休み。あ、図書館、あ、寺木氏さん、メンバーがないし。あ、戦場か。困ったな。あれな、ほんで、なに、カンタは来んの？リックがまだ帰ってこんのか。リック帰ってこん。まだ今、多分、20分くらいかかる。あ、ほんと。それ、残業、ま、街は使うのか、残業が。俺バスで1台で帰っとるもんならあれですけど、はい、あいつは締めだな、これ締めましたね。お前何喧嘩かけとるんだこれ。全員かけとるよ、おい。誰かけとるんだお前ら、おい。まあいいわ。そう、あの実習生がもう残業ない残業ないって怒っとるわ。すごいっす。あ、国の決まりなんで。それでも何十時間は作るんだろう。20時間か30時間ぐらいとるんだろう。そうっすね。少ないっすね。あ、まあ、前が多すぎたりだろ。前は法律が40時間と70時間を交互っていうか、年に6回まで70時間が OK やったな。それからがもう来年ぐらいからはもう本当に42時間、40時間、45か45を超えたらもういかんもんで、もうペナルティなんで、それはきちっとやってからなんですよ。はい。で、何をやってるかっていうと、やっぱもう朝だけ積もうかって言ってやっとるんですよね。そうすると無駄がないっていうか、みんなタラタラやらんもんで、タラタラ積み込むとな、7時とかなっとるけど、結局もう早く現場終わらして早くやれば別に3時4時に帰ってくる時もあるもんな。元気ないな。しっかりです。どうするな、この残業なくなっちまった問題。まあでも早く帰れてるんで、うん、朝1時間にしたる、それかまあ手当てにしたる。ドバ手当てとまではいかんけど、 YouTube とかちゃんとやれば YouTube 手当てとかでも付き合ってもいいけどな。そうですね。おーぜい残業、早く帰れるのがいいだろう。でもはい、そっちの方がいいっす。そっちの方がいいよな。はい、もう残業は使わない。もうお前らドバ手当て作るかもしれんけど。そうか。まあこういう問題だよ、ほんとな、視聴者の皆さん。ほらね、どうも。町か。いいし。簡単町。ああ、そうだよ、これ。結構な。一人がっつり減っとるっすからね。は？一人ずつの、その残業代めちゃくちゃ減ってますからね。でも45時間、70時間の交互だったろ。6ヶ月は70時間。あと6ヶ月何時間しか。いやもう今一気にもう30とか30以下切ってんじゃないですか。そういうか。頑張ってる。なんか手当てかなんかしたら、YouTube 手当てにしたらいいかな。そうですね。そういう感じし、YouTube 手当てちゃんとやるようにして。こっちから経費出す感じな。そんな感じです。ちょっと思います。まあ今日は、残業問題はね、今ちょっとね、残業がしたい問題で、逆に湧いちゃって、ついこの間もね、もう残業しすぎだって、あいつは文句言ってたんだけど、頑張って改善した結果、このようになっちゃったもんで、はい、ちょっとあれですけど、この残業がしたいって言って、まあ、本当勝手だでよ。まあ、そんな感じですよ。はい。はい、じゃあ今日の動画は終わります。はい。また見て。はい。